皆さんこんにちは、つぶきみゆです。さて今回も始まりました、日本クラウン演歌歌謡曲 YouTube チャンネルの番組、カラオケルーム延長しますか。この番組の MC を務めさせていただいてます、つぶきみゆです。よろしくお願いいたします。さあこの番組はですね、日本クラウン所属歌手所属の演歌歌謡曲の歌手の方を毎回ゲストにお招きして、ここでしか聞けないお話だったり、カラオケで歌う時のポイント、さらにはそのゲスト歌手の方と私とスペシャルセッションをしてお届けもしちゃいます。何卒お楽しみによろしくお願いします。ということで今回のゲストは黒川英治さんです。どうも黒川英治です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日また髪型が素敵ですね。あ、髪型ね、スタイリッシュで決まって、いつもすごいね、こだわるんですよ、うん、あ、そうなんですか。もうなんか、はい、セットが決まんないと、はい、もう一日ダメなんですよ。わかります、わかります。気分的にこう違うんですよね。そうなんですよ。まあなんかいつもこうセットっていうのはこう一日のスタートなんで、わかります。バシッと決まった時はなんかテンション高いですね、うん、あ、わかります、はい、あ、今日いい感じだなってこうなりますよね。そうなんです、今日はまあまあなんですけど。あ、今日はまあまあなんですけど。今日何点ぐらいですか今日は。70点ですかね。あ、でも、はい、高いです全然。 ありがとうございます。とても素敵。まあ、本当ね、はい、みゆちゃんいつも見てると、はい、爽やかですよね。いや、ありがとうございます。もう爽やかをこう絵に描いたような、ね、人なんで、なんかいつも元気もらってます。本当ですか、はい、今日は楽しみにやってきましたね。ありがとうございます。今日は黒川英治さんのなかなか聞けないプライベートのお話だったり、そして新曲の人よ夢についてもたくさんお話を伺っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずは黒川さんといえば、はい、歌い手さんとしてもですけれども、役者さんとしても活動されているということですよね。そうですね、はい、まあ、歌の方でデビューさせていただいて18年なんですけど、はいはい、まあ、ちょうどドラマの方もデビューして2年経ってから、まあ始めさせていただいて、まあ16年なんですけど、まあ初めて出していただいた大河ドラマに出していただいたっていうのが、まあすごい、まああんまりそういうこと言えないですけど、すごい経験をさせていただいて、まあそっからまあ時代劇という時代劇、まあ水戸黄門であったり、まあ今大河事前レギュラーでお邪魔してますけど、はい、元の木枯らし紋次郎とかね、大江戸捜査網とか遠山の金さんとか、多分全てと言っていいぐらいのドラマ出していただきましたね。いや、いいですね。私時代劇が大好きでして。そうですか。はい、拝見させていただいているんですけど、やっぱり結構ね、若い方は、はい、サスペンスとかだったら結構見てくれるんですけど、あ、はい、以前、はい、私刑事ドラマの刑事の役、刑事というかおまわりさんの役、はい、されている時に、あ、黒川さんだと思って、もう釘付けで見てしまいました。多分、はい、山村美沙のサスペンスだと思うんですけ ど、はい、まあ、結構その現代もんでは、はい、その刑事役とか結構多くて、いろいろ出していただきました。北藤欽也さんのさすらい所長、はい、まあ、シリーズもよく出していただいてるんですけど、まあ、けど前回函館のシリーズで僕が出た時に、はいはい、詐欺グループの一員で出たのが監督がね、はい、一番良かったって言ってくれましたね。あ、本当ですか。いや、だからそういった悪役っていうのは、はい、水戸黄門もこう十何回出していただいたんですけど、はい、どっちかというとほとんど悪役だったんですよ。あ、本当ですか。はい、なんか忍者の親分役とか結構悪い役多かったんですよ。だから僕も根が真面目なんで、はい、なかなかこう背伸びしたような芝居になっちゃったんですけど、なるほど、まあ、現代もんでその詐欺グループの一員はすっごい好評でしたね。あ、好評だったんですか。はい、いろんな役をこうさせていただいて、はい、まあ、特に時代劇はね、はい、やっぱり所作っていうのが一番難しいですから。あ、やはりその違いますか。全然違いますね。あ、そうなんですか。やっぱり殿様を目の前にした時の態度であったり、はいはい、やっぱり武士の役だったりしたら、やっぱ刀の置く場所とか、うん、歯の向きとか、はあ、やっぱりいろいろあるんですよ、所作が。歩き方、はい、でこう緊張した時にこういう対応するとか、はい、そういうのいっぱいあるんで、そういうとこもね、細かく、はい、厳しく教えていただきましたね。そうなんですか。盾なんかもあるんで、うん、それはね、はい、道場行って、はい、道場でこう
盾師の先生がいるんですけど、その先生にこういったこう盾をこう教えてもらってやるって、はい、でこれがまたあの現代劇になると、はい、その拳銃であったりとか、なるほど、その盾ですから、はい、まあ、その全部こう教えていただいて現場に挑むっていう感じなんですけど、そのドラマとかで演じられて何年ぐらいもう経たれます、経ちます？そうですね、まあ、16年やってますけど、あ、そうなんですか、まあ、本当今までまあもう100本近くはやっていただきましたからね。すごいですね。まあ、けどその役によってね、あのお子様向け の, あの映画で忍たま乱太郎とかあるんですけど、はい、その実写版に出た時にあの白塗りのね、はい、あの小生という、はい、あの凛太郎たちがこう困った時に、はい、乱太郎がね困った時に、はい、影からいつも火縄銃でこう狙ってる小生というお助けの忍者がいるんですけど、はいはい、その役やった時に皆さんに見に行ってねって宣伝したんですよ、はい、で僕 の, あのお世話になってる方たちが、はい、まあ、20人ぐらいで見に行ったらしいんですけど、うん、で見に行った時に最後までね、はい、分かんなかったって、誰か分かんなかったあ、変わりすぎて、あのずっとそのなんていうんですかね、幼い頃というか幼少期の頃からそのお歌とか役者さんもやってみたいなっていうそういう夢とか憧れがあったんですか？全然なかったですね。あ、そうなんですか？全然なくて、まあ、あのどっちかというと、はい、引っ込み思案でしたから、もう人前で喋るのも苦手だし。あ、そうなんですか。はい、でまあそういったこうおとなしい性格から、はい、あのピアノやってました、ずっと小学校1年から。あ、そうなんですか。で中学校2年までやって、あ、長く、やっぱりこうどんどんこう性格も変わってきてね、であの友達とこう遊んでて、はい、今日あのピアノの練習の日だからっていうのが恥ずかしくなったんですよね、だんだんね。へ、言うのが恥ずかしくなって、はい、でまあこっそり行ってたりしてたんですけど、まあ、その頃にちょうどあのバンドブームで、おー、もうロックバンドに憧れて、へ、でそこからずっとドラムを始めて、おー、すごい。で、まあ、グループ作って、で、まあ、1ヶ月に1回ぐらいの小学校とかを体育館借りて、はいはい、お客さん集めて。すごいですね。で、あのコンサートをやってました、ね。へー、はい、あ、そうなんですか。けど、まあ、ドラムなんで、はい、後ろでこうずっとこうやってるじゃないですか。あ、確かに。で前でギターベースね、ボーカル、かっこいいじゃないですか。前でキャッキャッキャッキャ言われてるんですよ。で僕後ろで地味じゃないですか。で前に出たくなったのが歌うようになったきっかけでしたね。うん、そうなんですか、はい、それがきっかけで前に行きたくなったんですよね。あ、なるほど。そのされてらっしゃるんですか。うん、あの家にはありますけど、あ、なるほど、あの叩いてないんで錆びついてます腕も錆びついてます。いやいや、何をおっしゃいますか。困ったもんですいやいや、本当にいろんなことがこうお好きだなって、はい、あの お伺いしたんですけれども、はい、最近はあのお家の方で野菜作りも始められたって伺いまして。そうなんですよ。あの、まあ、こういったなかなか皆様にお会いできない時だったん で、はい、やっぱりこう運動のためっていうのもあったんですよね、はい、こう体を動かしたいっていうこともあったんですけど、うん、ちょっとこう耕してね、はい、野菜を植えたりして、こう結構できてくると楽しくなっちゃって。あの畑をですか。 畑です。ご自宅のお庭とかですか。お庭もそうなんですけど、まあ、おばあちゃんがあの畑やってたん で、ね、でそこの畑がもうずっと植えないと雑草だらけになっちゃうんですよね。だからそれで、まあ、あの草を引いて耕して、はい、で植えてたらもう完全にはまっちゃって、へ、もう早起きしてね。うわ、大変ですよね。またそうなんです。だからあのホームセンターとか行って、はい、まあ、今までホームセンター行くといろんなこう工具とか見るのが好きだったんですけど、今まっすぐこう苗を見たりとかでこう肥料を見たりとか変わって、もう完全に変わりましたね。変わりました。もう見るところがもう野菜コーナーですか。まっすぐそこに行くんですか。まっすぐそこ行ってけど本当にあの農家さんが、はい、あの土をすごく命のように思ってるっていうのは、はい、もうやり始めて分かりましたね。やはりその土によって違うんですか。そうなんです。やっぱりあの土って雨が降ると流れるじゃないですか。やっぱ流れないような、はい、その畑作りも大事だし、土が流れてやっぱ土ってすごい栄養があるじゃないですか。で野菜を植えて野菜がなったら栄養価取られてるわけですよ、うん、でそこにまた肥料を入れて、はい、すぐ植えないようにちょっと休まして。なるほど。人も一緒ですよね、はい、やっぱ運動ばっかりしたら疲れるからちょっと休まして、で後でまた頑張れるじゃないですけど、はい、まあ、そんな感じでこう野菜作りの楽しさ
もう完全にハマって、でできて、それをまあ全国お世話になっている方に送ったりとか、はい、うわいいな、素敵ですね。僕が作りました、食べてくださいって、すごい喜んでくれるんですよ。いやもうそれは黒川さん手作りの野菜って言ったら嬉しいですよね。なかなかやっぱりこう大変でしたけどね、今本当の趣味の一つになりましたね。今ですとどんなお野菜を作ってらっしゃるんですか？そうですね、今だと、はい、まあ、時期的に、じゃがいもを植える時期なんですよね。じゃがいもを植える時期で、はい、まあ、今頃、まあ、アスパラなんかも出てくる時期なんですよ。アスパラ美味しいですね。美味しいですよね、はい、けどアスパラも結構失敗しましたね。難しいんですか？簡単にはなかなかいかないですね。なるほど。だからまあこれからなるとやっぱトマトとか、まあ、トウモロコシなんかも苗が出てきましたんで。はい、すごい、いろんな種類を。そうですね、まあ、ピーマンとかナスとかキュウリ、シシトウ、すごいですね。何でもやりますね。そう、だからまあ数えてみると70種類ぐらい植えてましたね。もう業者さん並みで。まあ業者ではないですけどまあ、業者の、まあ、プロの方に作り方を教えてもらったりとか。そうなんですか、伝授していただいて。いや、やっぱりね、簡単にはいかないんですよ。やっぱりプロはプロですよね。ああ、だから教えてもらって、はい、まあ、それがまあなんとか最近こうできるようになってきて、本当にいいもの作りたいなと思ってます。わ、そのお野菜とかっていうのは例えばこう SNS とかに上げられたり。は特にはしてないですね。そうなんですか。まあ、畑作りちょっとやってますみたいなのはブログで上げたことはあったんですけど、はい、本当ですか。まあ、詳しくはね、はい、やってないですけど。あ、そうなんですか。あ、まあ、これからどんどんね、はい、紹介していきたいなと思います。ぜひ皆さん、ファンの皆さんもチェックをよろしくしていただきたいなと思います。さて、新曲もお伺いしていきたいんですけれども、はい、今回の作品、人よ夢。そうなんです。もう僕の中では16枚目のシングルで、はい、まあ、本当は22年前、はい、まあ、地元は僕高知県なんですけど、はい、まあ、高知から上京して、本当親代わりのように、まあ、育ててくれた恩師の菅明先生、はい、今回作曲していただいたんですけど、はい、まあ、本当やっぱり自分のこと一番分かってくれてる人なんで、うん、やっぱり詩はこう伊藤美和先生と、はい、まあ、菅先生も一緒にこういった思いじゃないかっていう考えもあって、うん、あ、まあ、ちょうど僕にぴったりの曲を作ってくれた感じしますね。また男の哀愁を歌う一曲なんで、うん、はい、まあ、哀愁、そしてふるさとに寄せる郷愁、うん、まあ、そういった非常にこう寂しくなるような内容もあるんですけど、なんかこう周りを見ると、はい、こう支えてくれるこう仲間たちの絆であったりとか、はい、そういったところでこう前向きに生きる男性の応援歌としても今回の一夢は皆さんにぴったりだと思いますので。またその黒川さんの温かいお声で歌われていらっしゃるのがすごくこう心に染みてきて、はい、ありがとうございます。素敵だなと。まあ、なんか結構こう今までこう16枚出して、はい、その中にも結構しみじみくるような大人の歌っていうのがいっぱいあったんですけど、はい、やっぱりその頃まだ自分もまだ30になったぐらいで、はいはい、人生語れるような年代ではなかったんですよ。だそういった時にこう全国回ってる時にお客様でその僕の歌を歌ってくださった方が、はい、その歌を聴いてると、うんうん、染みるんですよね。うんうん、やっぱそれはこうやっぱ人生の勉強とか経験とかそこら辺いっぱいあると思うんですよ。なるほど。だから今のこの黒川英治の等身大に、はい、まあ、歌えるような年代になってきたってこともあると思うんですけど、まあ、なんかすごい今回の曲でも、はい、まあ、自分もこう成長できたかなと思いますね。はい、それではその新曲、はい、黒川英治さんの人よ夢、ミュージックビデオをご覧いただきたいと思います。どうぞ。情けの
か聞けばなぜか今夜は胃の腑にしみる千里に雪が舞う窓にハラハラ人よ夢。ビデオをご覧いただきましたけれども、また素敵ですね。ありがとうございます。こうお酒をついで、そうですね、まあ、結構僕がこう今まで発売した曲のこのプロモーションビデオというのは、はい、もう大体がドラマ仕立てになってるんですよ。もうだってそれは役者さんとしてのそのもういや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 、たまらないですね、そのオーラというか、そのいやもう本当、ね、ドラマを見ているかのような、まあそういったこの人酔い夢の物語を、はい、そのドラマのようにこのミュージックビデオでこう演じるんですけど、はい、まあ、その楽しさもあり、で今回に一つ感動があったんですよ。お、何ですか？この歌の中に、はい、重い千里、ふるさとにですね、はい、雪が舞うっていうセリフがあるんですよ、うん、はい、でその時に、はい、まあ、大阪の方で撮影をさせていただいてて、はい、そうだったんですか。すごい寒かったんですけど、はい、その時に限ってですよ、はい、そのシーンを撮ってる時に雪が降ってきたんですよ。あのシーンがあります。雪降っているシーンが、そうなんです、そうなんです。あれは本物なんですか？本物の雪なんですよ、あとはそのタイミングだけだったんで、はい、降ってないんですけど、まあ、CG で降ったような形になってますけど、はいはいはい、その時だけすごい、もうすごい感動でしたね。もう神様がこう見守ってくれている、うん、そんな感じがしますね。上見たら神様見てましたから、ね、あ、見てましたか。やっぱりなと思って、やっぱりな、目が合いましたか。目が合いましたね。合いましたか、はい、まあ、本当そんな感じで、なかなかないですよね、はい、そうですね、そんなにぴったりタイミングが合うことなんてなかなかないですよ。でその日以来大阪で雪が降ってないんですよ、一切。うわ、だからすごいなんかタイミングというかね、はい、本当ありがとうって感じでしたありがとうって感じでしたよ。いや本当それはすごいですね、なかなか、まあ、運もあったんでしょうけどね、まあ、そんなこともありながらすごくこう自分がこう見ても、はい、まあ、皆さんも一生懸命芝居をしてくださって、あ、いいプロモーションビデオができたなっていうね、感じがいたします。そしてもう一度ね、このミュージックビデオを皆様ご覧いただきたいという方は、はい、この概要欄にあります URL をぜひチェックしていただきたいなと思います。こちらには黒川英治さんの最新情報なども載っておりますので、ぜひ、はい、チェックよろしくお願いいたします。さてこの、お部屋にはですね、はい、ダムちゃんカラオケダムがございまして、はいはい、この機会で今日はご一緒に歌わせていただけたらなと。素晴らしい機会がありますね。その目の前にドンとあるんですけれど、緊張しますねご一緒に歌わせていただけたらなと。ぜひぜひ。いいですか、はい、ありがとうございます、はい、なので今日はじゃあ何を歌わせていただけるでしょうか。そうですね、はい、風の22歳の別れ、はい、まあ、名曲ですね。そうなんです。あのギターの音色が良くて、もう大好きな曲ですね。いいですね、はい、では今日はご一緒に22歳の別れを歌わせていただきたいなと思います。ありがとうございます。それではポチッとなってやります。はい、ポチッとな、あ、そして予約ボタンを押します。はい、はい、ありがとうございます。これもまた切ない曲ですよね、はい、ではよろしくお願いいたします。そんな気がして
私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。切ないですね。切ない。このギター最高ですよね。ギターたまらないですね。私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのように、今はただ5年の月日が長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らないところへ嫁いでゆく私にとって、ありがとうございました。いいですね、名曲ですね。本当になんか今回の、はい、まあ、僕のこの人夢も、はい、こう似たようなこう弾き語りスタイルのような曲なんで、はい、なんかこうちょっとこう感じるところがありますよね。そうですね、いや素敵ですね。ありがとうございます。人よ夢、たくさんこの後皆様にもですねたくさん聴いていただきたいなと思いますけれども、はい、この後のスケジュールなどは、はい、そうですね、黒川英治の情報ステーションというブログをやってますので、はい、ぜひこちらの方で見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということで、あっという間に時間が来てしまいましたけれども、早いですね。早いです、ね、本当に元気もらったんで、あ、もう明日から頑張れそうです。いや、もう私もです。本当に今日はいろいろお話伺えてとっても嬉しかったです。いかがだったでしょうか。いやいや、なんかね、うん、一緒にね、みゆちゃんとこう歌わせていただきましたんで、はい、なんかこうみゆんみゆうちに歌が上手くなったような、はぁ、そんな気がします。いただきました、はい、ありがとうございます。みゆんみゆうちに、はい、ありがとうございます。上達したような気がします。本当にお優しくて面白い。そして本当にまたぜひお越しいただけたら嬉しいです。お願いいたします。ありがとうございます。ということで、今回のゲストは黒川英治さんでした。ありがとうございました。さようなら。続いてはおすすめ新婦情報です。このコーナーは日本クラウン所属歌手の方の新婦を紹介していきます。皆さんチェックしてくださいね。なおさら燃える漁師ど根性親譲り、向かう荒波まともにかぶり、命を懸けて網を引く、これが男の、これが男のさ、男の守り船。さあ、
ということで番組もそろそろお別れの時間となりました。今回は黒川英治さんゲストにお招きしてお送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。現場では何度もご一緒させていただく機会があったんですけれども、なかなかこうやってゆっくりお話しすることがなくて、今日はとっても楽しかったです。いろんなお話伺えてすごく嬉しかったです。まさかお野菜に今ハマってらっしゃるということで、畑も耕してらっしゃるということで、本当に多彩な、そして役者さんとしてもされてらっしゃいますし、本当に多彩な方なんだなと改めて実感いたしました。またぜひお話伺っていけたらいいなと、そんな機会があったらいいななんて思っております。お相手は椿美羽でした。また来週もお楽しみに。さようなら。